アンディ・サムバーグはアメリカ合衆国のコメディアン、俳優、声優、歌手、コメディグループ、ザ・ロンディー・アイランドの中心的メンバーである。1978年8月18日、カリフォルニア州バークレーに生まれ、デイビッド・エイジェイと名付けられる。母のマージョリーは小学校教員、父のジョーは写真家だった。5歳の時にファーストネームをアンディに改名し、少年時代は、 サタゲーナイトライブを見て育った。カリフォルニア大学サンタクルーズ校に2年間通った。あと、ニューヨーク大学の芸術学部に編入して、実験映画を専攻する。学生時代に制作した短編映画、モンキー VS ロボットでは、モンキー役を演じた。2001年、3人組のコメディグループ、ザ・ロンリー・アイランドを結成。 解説されたばかりの YouTube で自作の動画を公開しネットユーザーから支持を得た2005年から2011年までグループ全員でサタデーナイトライブにレギュラー参加する下ネタ満載の楽曲とミュージックビデオをグループ名義で次々に発表し国際的な注目を集めたサタデーナイトライブの番組改編に伴い2011年からは同番組に ソロとして、レギュラー参加する。2012年5月19日、サタデーナイトライブ第37シーズン終了に、伴い、番組を交番同年9月25日から、BBC3 のシチュエーションコメディ、クックーに主演しているほか、2013年9月17日からは、ホックスのテレビドラマシリーズ、ブルックリンナインナインにも主演している。2016年5月12日、 企画と制作葬式を務めるコント番組、パーティーオーバーヒアが FOX で放送を開始する。しかし、視聴率は振るわず、同年8月9日、FOX は1シーズンのみで番組を打ち切ると発表した。2013年2月、5年間の交際を経て、シンガーソングライターのジョアンナ・ニューサムと婚約したことを発表。同年9月21日、カリフォルニア州ビックサーで結婚した。 ありがとうございます。